3.5 って言いましたけど超似合ってます。はい、いつもご視聴いただきありがとうございます。ニュージードリフトライフのたけしです。いや、今日はですね、この後ろに置いてある V36 スカイライン、この車をですね、ホイールアライメントショップに持ってってちゃんとテスターにかけて見てもらおうということにしました。っていうのも、僕今までですね、このメジャーと、キャンバーゲージあるんですけども、そういったものでこう測りながらね、数値出してました。ただ、これがですね、どのぐらいの実際の数値と離れているのかどうかっていうのをちょっと判断してみたいと思います。この車はですね、まず自走はできないので、まずトレーラーに乗せるわけなんですけども、そのトーイング、街中をね、こうちょっとトーイングしていくわけなんですけど、それの、レビューなんかも一緒にできたらいいなと思います。なので興味ある方いたらですね、ぜひ最後までご覧になってください。よろしくお願いします。あとですね、キャンバーについてもですよ、僕 3.5 度ぐらいこうつけて、ロアームの長穴加工してあります。フロントのね、ロアームの前側だけをこう長穴加工、後ろはね、長穴できないので、前側を長穴加工してキャンバーをつけてあるんですね。なのでこれがキャスターとかね、他の数値にどれだけ影響が出ちゃってるのかって、このアライメントテスターにかけて、それらのね、数値がちゃんと正常値にあるかどうか、正常値には多分ないと思うんですけど、なんかそれがね、ちゃんとした数値になってるかどうかっていうのも気になります。楽しみです。よいしょ。ほほほ、これむっちゃ便利。いつもね、ドーリー乗せるときはここにスロープとかつけないといけないんですけど、これだったらスンとそのまま乗っかります。中でガチャガチャ言ってんのは、うちのね、工具とかがちょっとガチャガチャ言ってるだけなんで、トレーラー自体はもっとね、こう普通のバランスが悪かったりするとね、こうドコドコドコみたいな音がずっとするような感じだったりするんですけど、このトレーラーめっちゃスムーズですね。しかもね、そんな重たくない。ドーリーの とかとあんまり大きくは変わんないんじゃないかなというふうに思います。これ結構いいですね。ブリングカンパニー、このお店はですね、以前僕別の動画でも上げてるんですけど、 RWB ポルシェを作った場所になります。で、ここでね、今日はホイールアライメント、これを撮りたいと思います。キャンバーがですね、フロント 3.5、リアが0度で、トウがね、フロントが 7.5 で、後ろが0かなぐらい、0付近になってるんじゃないかというふうに思いますけども、なるほど。あ、キャンバーすごくいいじゃないですか、これ根が 3.5 って言いましたけど超ニアピン。あ、これね、多分ね、リアのトウがずれてるのはセンターがもしかしたらずれてるかもしれないですね。で、
キャンバーに関しては問題ないと。でもトータル 8.8 ミリですって。Okay. From the center. Can you? In the rear around about zero. Zero. Yes, yes. Thank you.僕がちょっと心配してたのはこのロアームの部分が前側だけこう長穴にしたもんでキャスターがねどのぐらいの位置だったっていうのがちょっと分かんなかったですね。でこれが一応数値通りと。ただ塔に関してはセンターがちょっとずれてて 8.7 ミリ遠いんってことだったんで、面白い。今ね数値変更してくれてます。これで今リアをですね両方ともコンマ5度、ネガティブ5度にしてもらってます。で塔に関してはねリアを塔0にしてもらうということで。それにしてもフロントキャンバーすごいっすよ。この数値長穴でアライメントゲージだけ使ってやったんですけど、それでねこんだけの差ってのは素晴らしいと思いますね。これThat's pretty much perfect. Oh, nice. Oh, 終わりました。Let's go.レジストレーションがね NZ ドリフトに滑りました。いやね、今こうホイールアライメント終わってみたんですけど、結果的にはねかなりいい線いってました。一番ねホッとしたのはフロントのキャンパーですよ。これが大きくね左右でズレがあると非常に困る状況だったんで、それがですね実際、3.5 度の 3.35 とかでもともと狙ってた 3.5 度っていう数値にほぼぴったり合ってるということで、後ろリアに関してもまあ0からあとコンマ5度ぐらいキャンバーがついてたらいいなっていう感じだったんですけど、ネガティブ 0.2 とネガティブ 0.5 だったんで両方とも 0.5 で合わせてもらいました。もともと僕塔はねプラス10ミリって言ってた、10ミリとかね12ミリ遠いんって言ってたんですけど、実際見てみたらトータルでね9ミリの遠いんでした。ただまあ、これもねセンターがちょっとずれてたっていうのもあって、まあ、その数値だったんで、まあもう真ん中ずれてるのはまあそんなにね、問題じゃないんで、自分が計測手でね計測してたのとあと実際の数値調整してみて、まあ、白黒が分かって本当良かったなというふうに思います。今回の動画はねこれで終わるんですけども、まあ、こんな感じですね、僕ニュージーランド在住のドリフターってところを生かしてなんかね車系の動画上げていきますんで、もしよければねいいね評価とあとチャンネル登録もよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。